はい、どうもこんにちは。今回でまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はまず振り返ると、このなるほどが主人公というか、今までやってきた話の流れは終わったなって感じだったんだけど、なんか番外編みたいな感じで、このほおずきだったかな、兄弟のなんか絡みがあるわけよこの迷いちゃんとかの被るさ、この兄弟の事件を解決しようみたいな、多分これは1話完結かと思うんだけど、とりあえずね、続きからいこうかなと思うわ。はい、これ目撃者なんだよね。前回、私知っていたような気がしますの。毎週金曜日の日替わり弁当が鮭であるように、昨日こそは何が起こってもおかしくない運命の日。運命、何か特別な日だったんですか。そちら弁護士でしたわね。ならばご存知なのでは。ここに救う罪深い殿方たちの非道の限りを尽くした悪行。俺ごめんね、低い声はね、綾瀬時計のためにあるからさ、一応2と3にもね、迷いちゃん出そうだからさ、それのため取ってんだよ、あの声は。だからちょっと普通に行くわ。悪行、人に罪の汚名を着せるため手段を選ばない、それが賢治。昨日はそう、最も邪悪なる者を称える日でしたのよ。優秀な賢治を表彰する、まさに茶番ですわね。簡単に言うと、賢治さんたちの大会があったみたいですね、昨日。お弁当に体に悪いおかずを入れようか迷いあぐねましたわ。どうして賢治さんのことをそんな風に言うんですか。賢治さんが悪者だっていう科学的な証拠でも。お嬢ちゃん、このお経、舐めるとゲロの味がしますわよ。ええ。昨日表彰されたこの辺で最も滑稽な男。被害者の遺体が発見されたのは、その検事の車だったのさ。奴らが極悪の弁当をむさぶり食ってる。何よりの証拠さね。そうなんですか。何なんだろう。この人の検事に対する憎しみのようなものは。確かにね。それその京花さんが目撃したというのは、それは生めかしい眺めでしたわね。女の情念、そのようなものを感じてしまいましたわ。あのほおずき巴がナイフを使った瞬間に。はっ！怒りの短冊切り、悲しみはいちょう切りのナイフさばき。それはそれは見事なものでしたわね。まさか、お京さん、犯行の瞬間を。命の赤い糸が千切りにされるまな板の音、今もこの耳に。ほおずき巴の赤い糸を刻む包丁のリズムもここまでだね。あなたはほおずき巴さんを知っているんですか。首席検事様かしら。お、なんか違う、またパッケージが。どれだけの罪を重ねてそんなをつかんだことか。二段重ね。綺麗な弁当屋のお姉さんがなぜ首席検事の名前を。確かに怪しいね。お京さんのことを聞かせていただけますか。女もこの年になると一つや二つ昔話があるもの。お子様には聞かせられないようなね。はあ。おってか、それは収まってないわ、魚が。しかも草屋ってお前。くせえわ。草屋とご飯って合うのか。俺草屋食ったことねえんだけど、あんま食いたくもねえけど。つまみには合うのかな、多分。草屋弁当の味が分かるようになったらまたいらっしゃいな。参りました。やれやれ、臭いな。私、毎日ここへお弁当売りに参りますの。この検事局の守衛室に彼がいるんですのよ。彼。ほら、あそこに守衛室が見えますでしょ。セキュリティと書かれたあのガラス張りの部屋ですか。お弁当売りに来るついでに顔を出して差し上げますの。彼の方はついでか。
とりあえずこれまでの情報を科学的に整理すると、お京さんは何か訳ありのお弁当屋さんということですね。役に立たない情報だな。お京さん、検事局で何かあったんですか？強い悪意のようなものを感じるんですけど。悪意、そうかもしれないわね。検事なんてみんな同じ、偉いやつほど始末が悪い。しじみのお身をつけに、お身をつけにあえてアワビを入れるようなものかしら。お京さん、昔事件に巻き込まれたのかな。あ、きっと食中毒絡みですよ、科学的に考えて。だって何と言ってもゲロまみれだし。お京さん、一体何をしていた人なんだ。前回これもらったんだよね。これすごいっしょ。これ動くようになってんのよ。あ、ここで見れるんだ。しかも話してるし。ん、あ、はあ、つかんヌムロフヘモコとか。ヌムロフヘモコ。あ、一応これで情報更新されるのかな。とりあえず移動しようか。特にないし。あ、でも突きつけてみるか、逆に。あ、でもこれいけるわ。行こうか。え、あ、トン様いるじゃん。てかトロフィー置くなよな、その雑に。今ちょっと見つけたけど、ソファーにあるの。いかにも仕事できますって感じの部屋ですよね。なるほど、さんの事務所と違って。うるさいな。ほらほらほら、なんかトロフィーみたいのがありますよ。トロフィーってあの盾か。こんなの嬉しそうに飾っちゃって、きっと権力を鼻にかけたいやらしいやつに決まってますよ。なるほど、龍一、どこまでもおせっかいな男だな、君は。まさかこの喋り口を、まさかお前だよな、この声は。やっぱり来た。久しぶりだな、みつるぎ。みつるぎ源氏さん。は、知ってるの、こいつのこと。ええ、だって私大ファンなんです。お姉ちゃんに紹介されたこともあるし、いろいろと。そうか、この子首席源氏の妹さんだもんな。それで何の用かな。嫌味で権力を鼻にかけたいやらしい検事の部屋に。え、あ、いえ、それはこの人が勝手に。いやいやいや、僕のせいにするなよ。あの私たちはただ殺人事件を調べてるだけなんです。殺人事件。ほら、嫌味で派手で真っ赤な車から死体が見つかった。あれなら私の車だが、それが何か。てかお前、その顔やめろって。だからその顔やめろ。お前急にブスになるのやめろって。本当におもろいから。ミミツルギさんの一層気持ちいいぐらいの驚きっぷりだな。お前の車から見つかったの、かわいそすぎない？やっぱりお前の車だったのか、あれ。思ったままを言えばいいだろう。なるほど、去年せっかく助けてやった男が。お前その顔急に出すなよ。安売りすんなよ。昔そんな出てこなかっただろう。ついに本当に殺人に手を染めたかと。そんな、ミツル健二さんじゃありません。だって刺したのは私のお姉ちゃん。あれ、そうじゃなくて、そのあなたは確か首席検事の妹さんでしたね。はい、ほおずきあかんです。その説は本当にどうも。取ってつけたよな、挨拶だな。ああ、そうですね、すっかり見違えました。しかしこの私もさすがに予想外だった。まさか自分の車で殺人事件が起きようとは。しかもこの手で自分の上司の罪を立証することになろうとは。あ、じゃあまたあれかな、ミツルギ対なる報道なのかな。まあそうだろうな。あ、
なんだって？大月とお前、首席検事といえば地方検事局のトップだ。明日の法廷はこの私が担当することになった。そんな三木検事さんが。正直なところここにこうしていられるのが不思議なくらいだ。どういうことだ？噂だ。君も聞いたことがあるだろう、私についての噂は。三木玲治、確かにその名声の陰では黒い噂が渦を巻いている。証拠品の捏造や偽証の取引、違法な裏付け捜査など。年末のあの事件、君のおかげ、違う、年末のあの事件、君のおかげで無実が立証されたが、今回の事件が私の仕業であるという噂も流れているようだ。バカ言うなよ。人の悪意というものはふとしたきっかけで溢れ出す。それを止めることは不可能。その顔でやめろって。お前もっとあったじゃん、お前なんかこうちゃんと真面目なことを言う時の顔があったじゃん。お前で急にその顔をメインにしたの。三木健二さん。その一方でこんなおもちゃを私に押し付ける輩もいる。お前さ、安売りやめてよ。面白くなくなんじゃん、そうなると慣れてきちゃうもん、目が。滑稽だな。ブロンズの盾か、何か曰くがあるのかな。ほおずき首席検事とは2年前初めて一緒に仕事をした。あれは私にとっても初めての大きな事件だった。そうでしたね。2年前、僕はまだ弁護士にもなってないな。それ以来何かと目をかけてくれている、そう思っていたんだが、どうやら私の思い違いだったようだ。思い違いってどうしてですか？確かにお姉ちゃんはあんな冷たい人だけど、きっと三木健二さんのことは。ならばなぜ？彼女は私の車のトランクで人を刺したんだろうか。しかもこの私のナイフを使って。三木健二さんのナイフ。事件の凶器はトランクの私の道具箱に入っていたナイフだ。へえ。あのさ、三木、なんだ、もしかしてお前やったんじゃないの？やれやれ、ジョークのセンスがないやつだよ。センスがないのはなるほどさんの方です。これ見れるかな。じゃあ、あ、すげえ、見れる。被害者の人の血ですよね。リンゴを剥いてて指を切ったわけじゃなさそうだね。それにしても三木のやつ、物騒なナイフを持ってるな。週末週末は山にこもってサバイバルしてるのかも。焚き火のそばに座ってリンゴ剥いたりしてね。もう三木健さんといえばもっとワイルドなイメージです。そうかな。指紋とかないの？指紋とかないか。こう拡大してなんか見えるとかあんのかな、文字とかさ。うん、まあ、あ、でもこれなんかこの人知ってるかな。あ、捜査官。あ、捜査官か。え、どうしようかな。突きつけてみ、いや、まあ一回またぐるぐる回ってみて、積んだら突きつけるか。あ、積んだくせえな。積んだくせえな。じゃあ突きつけてくるか。とりあえず三木の方が信頼できてるからやってみようか。三木、これなんだけど。あ、なるほどさん。ん？何？そんなもの三木健二さんに見せていいんですか？あ、確実に取り上げられるな。はあ、あ、そっか、相手健二か。そっか、相手の健二か。本当は三木さんの味方になりたいんだけど、お姉ちゃんが有罪になっちゃうからな。深いため息なんかついてるぞ。ああ、止めてくれたんだ、ありがとう。じゃあこっちに見せようか。
あのこのカードなんですけど、弁当ランドは現金のみ、カードは扱っておりませんの。しかも他人様のカードは、いやいやいや、これ捜査官の ID カードみたいなんですけど、そんなものを弁当屋に見せられてもね、捜査官にハマチの切り身を見せるようなもんですわ。なんかバカにされているような。ナイフ？これナイフでも。どうしよう。でもこれナイフ見せたら話すかな。どうだろう。あ、そっかそっか。じゃあ、ミツルヒは基本的にじゃあ証拠ミスも意味ないか。あ、とか調べられるわ。よく考えたら。行こうか。うわ、なんか、ギチダンとヒラヒラした服ですよ。いわゆる勝負服かな、ミツルヒケンチさんの。勝負服ね。僕は見たことないけどな。額に入れて飾っちゃって何か曰くがありそう。ちょっと失礼して、写真撮っちゃおう。やれやれ、興奮気味だな。さっきから気になってたんだけど、なんだこれ。K って書いてありますね。オブザイヤー。え、なんだって。ケンジオブザイヤーだ。ケケケケケ、ケンジオブザイヤー。その年度で一番優秀なケンジに贈られる名誉ある像だ。悪いか。もしかしてこの K って、ケンジの K ですか。うるさい。私がデザインしたわけではないのだ。はあ、ちょっと恥ずかしいですね、これは。あ、こっから証拠品出てくるんだ。へえ。あ、シュンさん、はい。よかったな、ミツルギ。ケンジオブザイヤー。おめでとうございます。ケンジオブザイヤー。頼むから何度も言わないでもらえるだろうか。それにしても、この盾なんで先っぽが欠けているんだろう。確かにね、割れちゃってるよね。さすがミツルギケンジさん、ふかふかですよ、ソファー。こんな立派なソファーはね、座った瞬間に眠くなるよ。きっと夜遅くまで資料を調べて疲れ切って、上着を脱いでシャツの袖なんかをおしゃれにまくっちゃって、腕枕でついうとうと寝ちゃうんですよね。彼女の目には見えているらしいな、恐ろしいことに。寝癖ほっぺにソファーの角の跡がついちゃって、かっこいいな。かっこいいか。完全じゃミツルギファンなんだな。わあ、豪華な花ですね。ミツルギ検査にぴったり。確かにね。あ、カードが添えてあるぞ。騎士改正カオル。カオル、どこかで聞いたような。え、カオルなくね、別に。隣にあるのは巨大なトン様です。わあ、欲しいな。ミツルケンさんマニアなのかな。いやだなそれ。あ、アスノラ何か書いてあるぞ。あ、青息吐息カオル。カオルさんってミツルギケンジさんのフィアンセですか。多分違うと思うよ。え、あのおばちゃんカオルだっけ。おばちゃんとミツルギでも仲良かった描写ないけどな。あ、あれがあったわ。かっこいいケンジさんねみたいなくだりあったよ。確かに。あったあった。そういえばあったわ。仕事付けだ。さすが綺麗に片付いてるな。いいですね、この机。使いやすいけどおしゃれで。顔が映るほどよく磨き込んでありますよ。なぜだろう。糸の子刑事の顔が浮かんだぞ。あのネームプレートお土産に持って帰ろうかな。やめた方がいいよ。起訴される。あ、ミツルギケンジが、ミツルギケンジじゃないわ。あの、糸の子さんが、パシリに使われてんのかな。磨けって言われて。はぁ、すごい眺めですね。12階でしたっけ、ここ。確かになんか偉くなった気分になるね。ちなみに、ここから飛び降りたとき、地面に激突するまでの時間は、
出ました。約 3.23 秒です。だから何なんだ。キャー、かわいい、素敵なティーセットですよ。僕ティーバッカーだから。すごい、下の段に茶葉と缶がぎっしり詰まってます。産地別にきちんと並んでますよ。フレーバリーも種類ごとに。お、このロイヤル見事なまでに暴力的なブレンディングです。趣味って何でも奥が深いものなんだな。わあ、これ全部事件のファイルですか。天井までぎっしり詰まってます。はしごもついていますね。おかしいな、あいつ受信が苦手なはずだから。こんな危なっかしい本棚を使うとは思えないんだけど。大丈夫です。ものすごく大きなボルトで壁にめり込むほど固定されています。すごいパワーだな、三井健さんがやったのかな。やらされたか。なぜだろう、糸の子刑事の顔が浮かんだぞ。でもさ、地震が起こったら部屋中にファイルの雨が降るね。大丈夫です、ギュウギュウに詰まってますから、ちょっとやそっとじゃ抜けません。やっぱりなんかおかしくないそれ。あ、チェスボードがありますよ。チェスはよくわからないけど追い詰められてるね、青いコマが。赤いナイたちが寄ってたかって青いポンを取り囲んでいます。どういうこと。ナイトは剣を持った騎士、ポーンは歩兵です。赤い剣が青い頬を追い詰めている。あー、なるほど、と三剣ね。あ、そこもかかってんのか。三剣剣士さん、チェスが好きか。どうしました、なるほどさん。気のせいだよな、きっと。ちょっといいじゃん。でもなんか、あの、ほんとだ、こうやって配置見ると露骨だな。めちゃくちゃ青囲んでんじゃん、露骨に。これは確信犯だわ。見てみようか。お、いいじゃん。あ、結構見れる、ちゃんと。すげえ。これはこんなところに金属のプレートがはまってますよ。どうやら歴代の受賞者の名前が刻まれているみたいだ。なんかやたら同じ人の名前が並んでますね。なんて読むんでしょうねこれ。カリマかな。まあそんなとこじゃないかな。カルマ検事かな。わっ、すごいですね、カリマさん。一度会ってみたいです、カリマ検事さんに。連呼されるとちょっと面白いな、カリマ検事。他ないかな。あれ、なんか光んねえな。なんでこれ、ケンジあれなの、盾なんだろうね。ケンジが基本的にやっぱ守る。で、守る方弁護だよな。なんでケンジがあれなんだろう。他怪しいとこないよな、別に。オッケー。これじゃあ三剣に突きつければあれなのかな、話進むかな。教えてくれよ。つまり今年一番だったわけだよな、お前が。そのニヤニヤ笑いはやめてもらいたいな。それをもらうために昨日は仕事にならなかった。ん、どうしてですか。その壊れた盾を受け取るため警察局の式典に出席していたのだ。警察局。警察署の隣にある署の方は君も行ったことがあるだろう。ああ、糸の子刑事さんがいるあそこか。あの、この盾なんですけど、なんで壊れてるんですか。大した意味はない、今となってはね。だからその顔安売りし始めたの、急に。まあ、たまにあるから面白かったのに。ただの気持ち悪いやつになっちゃうじゃん。興味がないみたいだな、ショーとかそういうものには。とにかく昨日は検事局が最も忙しい一日だったのだ。もう少し聞いた方がいいみたいですね、昨日のこと。これで話し終えたかな。これ聞いて終わるか、ちょっと長いかもな。事件当日、昨日のことを詳しく聞かせてくれないか。
昨日は検事局にとって年に一度の大掃除があったのだ。大掃除ですか？警察局と協力して決着のついた事件の証拠やデータの整理をする。我々は証拠品の申し送りと呼んでいるが、確かに大掃除みたいですね。そしてもう一つ、警察局で式典が行われた。今年度の検事捜査官たちの評価が発表、そして表彰されたのだ。ああ、それでこの盾をもらったというわけか。昨日の午後は警察局にいた。戻ってきたのは5時12分だ。嫌にはっきり覚えてるな。あれだよ、確かにさ、この巴さんもなんかすげえ覚えてたよな、時間はっきりと。道理検事さんと私はなるほどさんとは違いますからね。いや、私は記憶を当てにしないことにしている。この通りきちんと証拠があるのだよ。お、やったじゃん。地下駐車場が発行している利用記録だ。事件が起こったのは5時15分頃。車で戻ってすぐに事件は起こったわけか。なんだ、なるほど。その失礼な目は。はあ、何これ、何こいつ。すいません、ミスリーケンジって人いらっしゃるでありますか？なんだろうか、私が三剣だが。本官、警察局長のお使いで本官、報告書を持ってきたであります。報告書だと？まさか、ほおずき首席検事の件で新しい手がかりが出たのか。目の前で嫌な話をされるな。ほおずきでありますか？いえ、その名前本官、報告書にはありませんでしたけれども。ん？うわぁ、蜜璃の堪忍袋の紐が切れる音が聞こえたぞ。ゆるいですね、蜜璃健さんの堪忍袋。警察局には言っておいたはずではないか。明日の審理に集中したいから余計な書類は届けないように。は、でもだって本官、これを持っていけって言われた だけでありますから。して難しいことはこれ本官。貴様の名前は？あの本官、腹ばいです、本官。もういい、腹ばい巡査、報告書を持って帰りたまえ。来月の給与査定を楽しみにしておくことだ。だって本官、そんな本官いるよな、こういう頭も運も良くない人。本官。なるほど。はい、本官。こういう時のこいつ怖えな。見ての通り私も暇ではない。君たちもそろそろ帰った方がいいだろう。そうしましょうよ。なるほど、おさん。被害者は捜査官、今の巡査と同じく警察の人間だ。警察局へ行ってみることだ。被害者のことはそこで聞ける。ああ、ありがとう。じゃあここで一旦切るか。ちょ、移動だけして切るわ。じゃあこれで。ここで切るか。ここで切ろう。 OK。 じゃあ、あざした。